MotoGP 日本グランプリに来ました。ツインリンクモテギはバイクや人いっぱいです。1周5キロぐらい、東コース、最大直線762メーター、オーバルは600メーター。 MotoGP 日本グランプリです。賑やかになってきてます。ブヒコブヒコ、ホリコーさん、ホリコーさん、わよ。今日の桜島です。鹿児島で国体があるからかちょっと賑やかになってます。 A ラインも来てます。仙台港フェリーターミナルの食堂に来ました。黒潮御膳でフライ、お刺身はタコ、マグロ、そしてこの大迫力の煮物、ご飯、茶碗蒸し、お味噌汁と豪華です。いただきます。今度はエビフライ定食です。3匹お菓子付きで出ます。甲冑工房丸竹に来ました。ここはいろんな鎧とかを扱っている感じです。そしてこれが、様の神源義経350万円やっぱりします。お、これは関ヶ原マニアには欠かせない大谷義嗣さん140万、橘総理大分の結構強かった大友氏240万円、上杉景勝、江戸時代にもうなって、いた頃の上杉を何とか守った人、苦労人直江兼嗣さんは愛で有名なところ300万円、毛利元就三本の矢で有名、太閤秀吉さんを擁した、石田三成の、鎧三成風、そして、真田幸村、意外と華奢な感じ明智光秀は悪役の土定番、青年不詳浅井長政は不幸な、頃、そして家康っち、豊臣秀吉総純金の鎧です。うわ、これはすごい。信長の野望で端っこスタートには最適な島津高久、アンドこちらは島津義弘、鹿児島人ならぜひ選びたい。こちらは井伊直政彦根藩藩主、館林の柏原さん、結構もう江戸ぐらい。福島正則さんは、こちらも戦国後半、黒田官兵衛は苦労人の後半の信長チーム、黒田長政は、こんな本当に特徴的な鎧、加賀の前田利家さん、そして、熊本の加藤清正、そしてこちらが藤堂高虎、そして伊達政宗、あ、これはさすがにわかるね、そして真田幸村正幸、ごめんなさい、真田正幸の方だ、そして震源地風林火山ですね、そして、同じくライバル毘沙門天をつけてるから上杉謙信と大友宗麟とさ、山内和豊、大谷さんがスリーラン打った時の有名な兜です。黒沢映画乱に使われた、鎧です。この辺結構豪華な感じです。黒沢監督の影武者で使われた鎧、真田丸に登場した時の鎧です。六門線です。明日しようもない貴重な日本物に来ました。この牛の密集時間、牛タンとの肉と下がりと、私の大好きな柏です。本物も美味しそうです。溶岩プレートで焼きます。うん、めぐお砂糖です。そうですね、ハイボールで。広島にゃんです。おーにゃー。
広島にゃん。あーよー、大変だったね。また頑張るんだよ、広島にゃん。およおよ、森川さん。あーよーあーよーあーよーな、森川さん、頑張りなさい。森川さん、じゃあね、バイバイ。